皆さんこんばんは、ディライです。今日は BTS と韓国のトロット文について話してみようと思います。トロットは日本でいたらこう演歌、演歌だって理解したらいいと思います。韓国の昔の歌、そうみたいな感じ。最近韓国はこうトロット文って言われてるんですけど、なんか日本でも興味を持ってるんだってこう韓国の記事になってたからこう紹介してみようと思います。ジニーミュージックっていうところでこう投票した結果、2020年歌手にこう BTS じゃなくてこうイムヨンウォンが1位だったらしいです。こう2位はキムホジュン、こう3位がバンタンだったんですけど、こうイムヨンウォンもこうトロット歌手で、キムホジュンもトロット歌手なんですよ。2人とも明日はミスタートロットっていうオーディション番組の出身です。この放送は韓国でめっちゃ人気だったんですよ。こう1位のキムヨンウォンは72万票で1位で、2위キムホジュンは44万票、3위방탄は22万票で3위だったらしい。これを見ると本当韓国では本当にトロット分なのかなって、そう思いました。방탄が3위だとは。ラクラク。2020年今年を輝いた歌手で、1位が방탄と임영웅だって記事になってました。30代以下では BTS が 39.2% で、40代では임영웅が 36.9% で1位だったらしいです。こう30代以下では1位は BTS、 2位は IU、 3位はブレピンク、4位は임영웅。こう임영웅がこう30代以下でもこう入ってますね。5位はトワイス、6位はヨンタク、7位はチコ、8位はレッドベルベット。6位のヨンタクもこうトロット歌手で、明日はミスタートロットのオーディション番組の出身です。まあでもこれはチェジュを除いて、こう13歳以上の5100人の調査をしたらしいから、こう13歳以下も含めてこう韓国みんなこう全部合わせたら、順位が変わったんじゃないかなって個人的にはそう思いますね。でも今韓国でトロットが大人気なのは事実だと思います。だから JYPARK もこう新曲が出たんじゃないですか。その新曲がちょっと韓国の昔の音楽みたいな感じだったから、多分今韓国がトロット分だからそういう音楽にしたんだと思います。今コロナでみんな大変だから、ちょっと癒される、なんか昔の懐かしいさ昔の懐かしいさを求めるのかもしれない。ラクラク。まあ1月9日と10日に KTBC チャンネルでこう放送する35回ゴールデンディスクアワーズで、こう BTS と IU、 임영웅が全部出るらしいから、こう興味がある方はこの放送を見るのをおすすめしますね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれて本当にありがとうございますね。ラクラク。